ピーマン TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、平天くんでーす。本日は新潟県上越市にあります、スーパースロットスタジアムタモサブローに来てます。噛まずに言えたよー。大丈夫だね、今日は。ということでね、上越地区、初上陸ということでね、ここ感じた。上越市、初上陸ということでね、いやー来ましたよー。ね、玉三郎さん何回も来てんのにね、やっと呼んでくれました。スーパースロットスタジアム玉三郎さん。ということでね、どんだけスーパーか、早速行ってみたいと思います。入店。入店、やってきました。スーパースロットスタジアム玉三郎。それでは早速店内のデータ見に行きましょう。はい、それではね、あどうもありがとうございます。どうも、ありがとうございます。ということでね、熱い歓迎をいただきました。じゃあ早速ね、ジャグラーコーナー見に行こう。ジャグラーコーナー。あ、どうだこれ。あ、これお客さんいたわ。あー、なかなかの稼働。6-7。あ、どうもありがとうございます。データね、空き名がね、全然ないから、もうこの中で見ていくしかないよね。23、ちょっと上か。ありがとうございます。見ていくしかないね。でも、粒弱いもんな。見ても。はい、OK。あ、これよ。41。15。37。これいいね。これ悪くないよ。悪くない。あっちは、あ、すみません。こっちはエヴァか。こっちは 2.5 スロー。ジャグラーコーナーこれ。もう一回行こうか。あ、すみませんね。いただきます。花。6-7。3-32。31。おこれすごいよ。よー、ちょっと弱いか。弱い。弱い。あれが一番いいな。あのジャグラーしよう。あ、すいませんね。おー、すごい。じゃんじゃん、バリバリ。こいつで、このハッピーで行ってみたいと思います。はい、それではね、北電さんの、ハッピージャグラー、行ってみたいと思います。回転組ではね、なかなか調子良かったのにね、なかなか閉店組ではね、ちょっとこいつと相性が悪いんでね、今日こそはね、こいつと打ち解けてね、ビッカビカ。光らしたいと思うんで、早速行ってみたいと思います。お座り一発チャンス。あ、間違えした。寝れちゃうか。そのわけないね。おー、いいやつね。だね。はい、よっしゃー、来たー。ありがとうございます。よっしゃ、勝ったよ。ハッピーだからね、頼むよ。はい、負けたねー。まあ、まだ時間あるから。あー、今日はね、ビッカビカ行くような気がするな。はいね、打ち解けたところでもう一回行ってみたいと思います。1ゲーム連チャン、チャンス。残念、リプレイ。よー、今日すごいな。ありがとうございます。強気でビッグで行こう。これはビッグしかする。あ、またあるぞ。よし。今日は、強気で、あ、あははは。強気で行ったのにダメだった。負けられたねー。ということでね。まあ、まだ時間ある。大丈夫。16ゲーム、ジャグレン入った。
よし、まだあと8分あるから行ってみたいと思います。1回目連続のチャンス。はい、ちくしょう、残念。ゴー、来る前にももくりの DVD 見たからいいんだな。間違いない。やるなぁ。あー、すごいな。あれは、気持ちいい、これ。このね、子役外れね。気持ちいい、気持ちいい。また会いたい。あら、よし、よし。ビッグデータ頼むぞ。頼むよ。はい、よっしゃー、ここどこだったっけ、スーパースロットスタジアム、タブサブロー、いい店だね、はい、店だね、間違いない、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった。今日はね、いっぱい光る気がしたんだよ。大丈夫、大丈夫、頑張れば、ペカヨ、頑張って。やりましたー。ということで、あと2分ぐらいあるから行ってみたいと思います。1ゲーム連続のチャンス。あー、ないね。まあまあまあ。ゾロ目。あー、ギョホー。もう一丁来い。ジャグラーにはその可能性がある。あ、おっしゃった。あ、おっしゃった。うきょーということでね、まあちょっと終わっちゃったけど、最後ね、ズルリンコできなかったけどね、まあ終わったんで。早速流してみたいと思います。えいえい、何枚だ、バケ2回のビッグ1回、300超える、400いけ、400超えた、500はいかない、442枚。はい、ということで今回の結果442枚、やった。はい、実践終了、実践終了、やった。ということで、ね、今回のヘイデン君ハッピージャグラー打ちまして、投資枚数が50枚の獲得枚数がなんと442枚ということで、プラス392枚です。やりました。いやーね、今日ね、ここ来るまでの間ね、あのクリスマスのね、ももクロのライブを見ながら来たんでね、多分それは良かったな、きっとな。なんかね、ちょっと勝てないなと思ったら、皆さんね、ももクロのライブを見た方がいいですよ。元気出ますんでね。なんでシーンとなるんですか、そこ。おかしいな。嫌いですか、皆さん。AKB 派ですか？ AKB 派ですか？あ、AKB 派か。いや、一回見たら病みつきになりますから。まあ、それを置いといてね。いやでもね、なかなか、レギュラー2回のビッグ1回。もう1回くらい光らしたかったけどね。ちょっと時間足んなかったな。ということでね。やっぱりスーパーでした。ということで、スーパースロットスタジアム玉三郎さんの宣伝をちょっとだけ。もうね、話題の信頼は続々入荷するっていうことなんでね、もうとりあえず来ちゃいなよっていう感じなんでね、なんか宣伝することありますかって言ったんだけど、いや大丈夫ですって言われたんでね、まあその辺をちょっと言っといてくださいっていうことなんでね、打ちたい台が必ずあるこちら、スーパースロットスタジアム玉三郎さんに来ちゃってください。今日僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き、ありがとうございます、ありがとうございます、どうもありがとうございますということで、引き続き頑張りますね。応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。次回も勝っちゃうよ。えいえい。